奈良工業高等専門学校は奈良県大和郡山市にある日本の国立高等専門学校である。1964年に設置された。略称は奈良高専。本科は以下の5つが置かれている。各学科1クラスずつで編成されている。5年生の一貫教育を経て卒業者には純学士の学号が授与される。専攻科は 以下の二つが置かれている。二年間の専攻科を修了し学位授与機構の試験に合格すると学士の学号が授与される。以下は2020年8月現在。奈良交通バス10から15分、奈良高専前下車すぐ徒歩30分第7回大会、準優勝時の作品、奈良高専教育、研究 JABE 認定。 www.nar-k.ac.jp2020 a 年9月25日閲覧奈良高専グローバル教育センター www.nar-k.ac.jp2020 a 年8月15日閲覧高専ロボコン2013平成6年以来2度目の準優勝 アフィシャルロボカーンの2017年6月11日のツイートツイッター2017年6月12日閲覧ありがとうございます。